ヨアーノブナまたはエカチェリーナイバーノブナは、ロシアの女性皇族。サーリー・イヴァン5世と、ヒ・プラスコビアサルトイコバの間に生まれた三女。初代ロシア皇帝ピョートル1世の名、女帝、アンナの姉、イヴァン6世の祖母にあたる。サレーブナの称号を有した。エカチェリーナは小柄で、黒髪と白石の肌を持つ美しい王女であった。 また魅力的かつ社交的な性格で、ロシア宮廷の花形だった。1716年、エカチェリーナは、ダンツヒでメクレンブルク・シュベリン公カール・レオポルトと結婚した。この縁組は、オジ・ピョートル一世が大北方戦争で、メクレンブルクを反スウェーデン同盟に引き込むため、成立させたものだった。ピョートルは、 メクレンブルクの開港をロシア艦隊の停泊港にするつもりだったのである。最初、カール・レオポルトはエカチェリーナの妹アンナに求婚したが、ピョートル一世はエカチェリーナをメクレンブルク港に押し付けた。1718年には一人娘エリーザベトが生まれたものの、公爵夫妻の結婚生活は不幸なもので、やがてカール・レオポルトは妻に暴力を振るい出した。 たまりかねたエカチェリーナは1722年、幼い娘を連れて母国ロシアに逃亡した。公爵夫妻は離婚することはなかったが、その後二度と会うことはなかった。1730年にピョートル2世が急死した際、エカチェリーナは最初に後継候補に上がったが、彼女の夫、カール・レオポルトがロシアに影響力を及ぼすのを恐れた最高数密院は、 エカチェリーナの妹、アンナを女帝に選んだ。1733年5月12日、エカチェリーナは、娘が、聖教に改修して、アンナ・レオポルド・ブナと改名する儀式に立ち会った。この改修は、彼女の娘が、アンナ女帝の後継者になることを意味していた。エカチェリーナは、娘の改修を見届けた1ヶ月後に亡くなった。ありがとうございます。